シューマンの初期の代表作「謝肉祭」の中から「再会」という曲です。謝肉祭というのはですね、ピアノ曲集というか組曲と言っていいのかもしれませんけれども、曲集全体を通じて音名遊びとか言うんですが、アルファベットを音の名前に置き換えてそれをモチーフにして、曲を作っていくと、そういう手法が取られている曲です。で、この曲集全体はそれだけではなくて、謝肉祭のある一晩のですね、仮面舞踏会のどんちゃん騒ぎの様子を描いた、そういう作品でもあって、シューマンらしいちょっとね、酔っ払ったような多幸感に満ちた曲でもあるんですけれども、いろんな新しいピアノのテクニックにも挑戦していて、この曲の場合なんかは右手がねオクターブでメロディーをやってるんですけれども、上のセーブはレガートで、下のセーブはスタッカートで刻むという、非常に弾きにくい作品になっています。一続きのね、曲集の中の一曲なので、ここだけ聴いてもちょっと中途半端な感じなんですけれども、ぜひ全体聴いてみていただければと思うんですが、このね、音名遊びの話ちょっとしましたけれども、具体的に何の、アルファベットになっているのかっていうと、英語で言うと ASCH という4つの、文字なんですね。で、これは、アッシュという町の名前でですね、これどこから来ているかというと、シューマンの、婚約者だったエルネスティーネという、女性の、ゆかりのある土地の名前らしいんですよね。で、なんか聞いていてあれって思われた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、シューマンと結婚したのはクララ・ヴィークというピアニストなので、このエルネスティーネっていうのはクララの前に付き合ってた彼女なわけなんです。で、クララ・シューマンはですね、その後、ね、結婚してロベルト・シューマンが亡くなってしまって、亡き夫のピアノ作品をいろいろこう広めたりする活動をずっとしていたわけなんですが、で、彼女自身も非常にね、優れたピアニストだったんですが、どうもこの謝肉祭のことは気に食わなかったようでですね、この曲はあんまり人前で弾くべき作品ではないみたいなことを言っている。それはね、その、旦那の元カノの曲っていうのはちょっと面白くなかったのかなとか、そういうことかもしれませんね。